こんにちは、粟田洋介です。先日私の個展で私の作品がダークだっておっしゃった方がいらっしゃいました。確かに展示していたのはダークなものもありましたが、結構明るい作品も多かったと思っていたのでちょっと意外だったんですが、彼はダークなことって悪いことじゃないっておっしゃっていたので、まあ褒め言葉なのかなと素直に受け取りました。彼はよく人からネガティブだって言われるらしくて、まあその方はそのネガティブな部分っていうのが大部分なのかもしれませんが、私はネガティブな部分って多かれ少なかれ誰もが持ってるものなんじゃないかなと思います。なんかちょっと絵を描き始めていますが、そのネガティブな感情っていうのをアートで表現したら素晴らしい作品が出来上がると私は思っています。先ほども言いましたが、ネガティブな感情っていうのは多かれ少なかれ多くの方が持っているものだと思いますので、そういったネガティブなエネルギーを感じる作品っていうのは人が共感できるものなんだと思います。例えば憂鬱でやりきれないメランコリーな感じ、そういった作品だとか、悲しみの美っていうのもありますよね。あとはなんかよくわからないけど怪しい感じのものだったり、なんか怒りの感情だったり、他にもいろいろあると思うんですが、そういうものを感じさせる作品っていうのも私は素晴らしいと思います。ネガティブな感情を表現してみたいなぁなんて思うんですけど、若い時は結構感情の起伏が激しくてすごい感情を込めて作品を描いたり、あとはなんかメランコリーな気分に浸ったりとか、そういうこともあったんですが、今はそういうことってあんまりなくなりました。でもメランコリーな感じな作品って結構今でも好きです。でちょっとそのメランコリーな感じに描いていきたいなと思ってるんですけど、私はそういうことをコントロールしてあんまり描くことができないので、まあどうなっていくか分かりませんが、ちょっと続きを描いていこうと思います。基本的に私はポジティブに考えるのが好きで、ネガティブに考えることは嫌いなんですけど、なんか作品のそういうネガティブなエネルギーってなんか絶望的にさせられたりとか嫌な時もあるんですけど、なんかそういうメランコリーだったり悲しみだったりの美しさっていうのを感じるとなんかいいなと思ったりすることもあります。まあ絶望的なものが好きだという方もいらっしゃると思うし、それが悪いっていうんじゃなくて、ただそれは私の場合ということで、いろんな人がいていろんなものが好きっていうのは素晴らしいことだと思っています。
ネガティブでもポジティブでも感情が感じられる作品ってすごく心が惹かれます。でも作品はともかくネガティブな気持ちを持ち続けるって辛いんじゃないかなって思います。でもこの間お話しした方はネガティブな気分でいるのがお好きなようで、ネガティブな気持ちでいるっていうのも私にはわからないですが、いいのかもしれません。ネガティブな気持ちを作品に込めてその作品作りをするっていうのはとてもポジティブなことなんじゃないかなと思います。ポジティブな気持ちを持つっていうのは前向きになれて物事を達成するのに役に立ったり幸福な気持ちにもなるしいいと思うんですけど、ネガティブな良さって私はあんまりよくわからないんですけど、なんか物事慎重になれたりするのかなとかちょっとわかりませんが、きっといいことがあるのでしょう。わかりませんけど、でちょっと絵の具も乾いたので絵の続きを描いていこうと思います。こんな感じの絵になりました。タイトルはそのまんまメランコリーです。メランコリーな感じになったんじゃないかと思います。なんか最初にここのところに顔を描いてここ体にしたんですけど、なんかピュッて手が出てて、なんかこういうのがない方がなんかいいんじゃないかなって気がして、手がこういう風に残ってることによってなんか想像をかきたてるんじゃないかなと思ってここに手を残しました。なんかネガティブな感情もポジティブな感情もその割合はともかくみんな持ってるものなんじゃないかと思います。で、ネガティブな感情っていうのを作品にぶつけて書くっていうのはいいことだと思うんですけど、その人生すべての考え方までがネガティブで、で辛くて、で作品を書いてそのネガティブな作品でずっとネガティブでって、まあいろんな感じ方の人がいるのでそれはそれでいいと思うんですけど、私はちょっととそんなの辛そうでできないです。なんか生まれつきの性格とかいろいろあるので、ちょっとネガティブがいいものとか悪いものとかって人それぞれだと思うんですけど、もうネガティブなんか辛くて嫌だ、でもネガティブでポジティブになりたいっていう人はそのネガティブな感情を作品作りで表現するとなんか結構スッキリしたりすることもあるんじゃないかなと思います。で、最初にお話しした自称ネガティブな方、あの人結局何が言いたかったのかちょっと私思い出せないんですけど、もしかしたら私はその人の話聞いてなかったのかなとかって、随分失礼なことしたなとかって思ったんですけど、ちょっと思い出したらなんかその人は自分がネガティブだって言われるっていう話をしたんですが、それ以外の話はしていませんでした。なので私はちゃんと話を聞いてたってことですね。なんかどうでもいいお話になってしまったので今回の動画は以上にさせていただきます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからコメントやチャンネル登録などいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。